こんにちは、ホタルグサです。今日はリップアートでクリスマスオーナメントをね、少し試作していこうかなと思います。そろそろね、作り始めないといけないかなと思い出しまして、まずはね、星型のこんな感じのね、パーツに 0.5 ぐらいですかね、少し太めのステンレス製ワイヤーを巻き付けていきます。ちょっとね、紙をね捨ててしまったんで、いくつだったかパッケージをね忘れてしまったんですが、0.28 ではなく、もう一回り、太いものですね、確かダイソーさんで買ったと思うんですけれども、こんな感じでね、まあ少し揺れるような感じにして、平やったところでねじって止めました。はい、で、これはね3センチゲージですかね、あまり使わないゲージなんで、4回ほど巻き付けまして、同じワイヤーですね、そのまま行きましょう。長さ切ってここもねじってですね、1回ねじります。グッと、ちょっとね硬いんで、これ結構、ワイヤーの番号で言うと多分22か4かぐらいだと思うんですけれども、結構ね力がいりますね。22ぐらいかな。はい、で引っ張っていただいて、平やっとこね、こういうとこを活用してギュッと、ねじってゲージパイプ回してねじっていきましょう。はい、で、こんな感じで輪っかができましたと。でこの一番てっぺんのところですね、わからない場合は少し引っ張っていただくとね、だいたい場所がわかるかなと思うんですが、そこに先ほど作った星のねチャームをこんな感じで、よいしょ、しっかりと引っ張りながら、それぞれのワイヤーをね1回転ずつ、左右からやってあげて、最後は、少しねこの広がってしまうので、寄せてあげて、それからねじって止めます。こんな感じでね、ねじねじとしていきます。こちら側が上になりますので、まあ、こちら側のワイヤーは少し長めにしておくとね、あとあと輪っかを作るのに便利かなと思います。下のワイヤーはね正直切ってしまうので、もう少し短くても大丈夫です。はい、でこっからですけれども、先にね、まあ、ボンドで上ってペンくっつけてから広げていただいてもどちらでも構いません。とりあえず今回はね先に広げてしまおうかなと思うんですけれども、これがね、私、まあ苦手といえば苦手なんですが、硬いワイヤーなので、特にね、ちょっと、作りづらいですね、やはり。きれいな球体にするために、等間隔でワイヤーを広げていくって感じですね。今先ほど、2-2でまず広げてからっていう感じでしたけれども、そんな感じでね、それぞれの間にワイヤーを持っていくんですが、ちょっとずれたりとかねするんですよね、どうしても、角度がねついてしまったりとかして縦長になってしまうことが多いかなという感じなんで、ちょっとねそういう時は上からグッと上と下持ってね押さえてあげると楕円にはなります。ちょっと接着剤でね上のところだけずれないように、一応ここでですね接着している、ところでいいです。はい、では乾いてからねリップしていきましょう。今回はデラックスパールで、まあねキラキラと綺麗かなと思ったんですが、案外クリアの方がね中よく見えるんでいいかもしれませんね。かぶせ付けなのでね、こんな感じで別ワイヤーでポイみたいなやつ作っておいてください。膜を作ってそこに通すっていう感じですね。あ、ちょっとできてないところがあったんでもう一回つけてしまいますが、はい、上でねしっかりね膜は破っておいてください。そうしないとねやはり余分についてねしまうので、はい、でこれでそのまま立てて、乾燥させます。メラミンスポンジです。こちらはどうかな、1回でうまくいくか、うまくいけばいいんですけどね、2回とかやり直すとやっぱどうしてもね熱くなってしまうところが出て、ちょっと透明感がね、特にデラックスパールとか他の色だと出にくいですね。でストレスターでしっかりと、強化してください。はい、この段階でね下のワイヤーも切ってしまっても大丈夫です。まあ最終的に私は切りましたけれども、ちょっとねリップ液やっぱり厚く2回つけたのはこちらなんですけど、見てわかる通りちょっとね厚い部分と薄い部分ができてしまったのと、ここの下のワイヤーを切る部分がねちょっともにょっとしてますね。うーん、ま
だ試作なんでまあねしょうがないんですけど、これくらい綺麗にね切れるといいんですけれども、はい、ということで、まあ、一応ね製品としてはこんな感じで、上にね、穴の開いたパールビーズですね、大きめのものがいいかなとは思いますけれども、穴がね大きいので、その分このワイヤーのねじった部分をねうまく隠してくれるので、そんな感じでやっていただいて、で丸やっとこでつまんで、ワイヤーね1本にしてありますけれども、くるくるとねじって止めてあげるって感じですね。そうですね、下のワイヤー切ったついでに上のワイヤーも1本にしました。そしてこんな感じで輪っかを作ってあげて、余分なねワイヤーは切ってしまいます。はい、というわけでね、ちょっとね揺れるはずが、あんまり中のね星も揺れてないし、ちょっとねまだ改良の余地がありそうですね。中に入れるものをねもう少し別のものにしたら可愛いかな。まあね、オーナメントうまくできるようになるようにちょっとね練習していきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。